喉が。じゃあ大きくなったらゆたくんと遊ぶんだよ。ね、公園早く行こうね。おお。だね。嬉しいね。はい。これうんちしたくて踏ん張ってるのかな。うん、なもともとそういうマナーなっちゃうの、うん、どっか覚えたらわかんないけど、うん、なんかイライラしたらうーってすんのよ、怒っちゃう。で足とか結構キクキクする、うん、何かじってんのまだ入ってんじゃないこれ。どうしたいだどうしたいだってまだ来たりすんの。ええ、うちの母ちゃんってまだ来たりすんの。行かないよ、そっち行かない、ダメ怖いからマジやめな。母ちゃん見たいんだね。潰しちゃったら本当とんでもないんだけどなんか重いかな。重い、重いどころだ。もう米袋になっちゃう。お米みたい今10キロあった。はいわーい、いいかわいい。もしもしはパンでできる。もしもーし、もしもし、あれもしもし、こっちでやってる。いや、やめてよ、こういうの。誰に教えてもらうの。鼻が詰まってるって。夏目が変で。いや、この間マスカラ、私のマスカラこうやってやってんだよ、なんか鼻が。シッ、起きちゃう。何でしてんの、赤ちゃん。見てごらん。今度お兄ちゃんに、バイバイ、かわいい、どこでバイバイ。その手どこで覚えたの。こうやってかわいい。なんかミスユニバースみたいだね。あ、食べてる。ビビって食べてる。大好きなあれ。ボロ。ボールじゃない今日は。ボールじゃない。ほら、怒ってる。怒ってる。そうになっちゃうの。でも離乳食とかの作ったり。そっくりよね。何？目がそっくり。鼻高くて、ほんとかっこいいの。そのかっこいい。細いよね。細。いやでも1歳になればのどかさんぐらいになるよ。なんか生まれた時こんな細くなかったそれはだって体重が大きかったからな。重かったからちょっと2700だもん。ええか、1900違うんだもんな。細っ。のどか。でも足は太い方だもんね。生まれたから周りの友達と比べても太い方だよ。へえー。生まれ